ランド X でハレルヤをご購入いただいた皆さん、ありがとうございます。1201です。ありがとうございます。はい、今回はですね、はい、壮大なバラード、そしてとてもメッセージ性の強い明日地球が滅ぶならライブでこの曲を最後にやりたい、河内さんそんなことも言ってましたけど、はい、今回の作品の聴きどころをですね、酒井さんに、はい、聞きどころですか、はい、聞きどころですね、はい、やはりあそこですね、あ、終盤込み上げてくる感情を感じ取っていただけたらなと思ってよろしいです、はい、ちょっと伝わりたい川内さんお願いします、はい、僕らの器のデータ30点かな、聞いてるとは思うんですけども、きっと、すごいと思います。なんだっけ聞きどころ聞きどころ、ですね、あの中盤のそうですね、もうさ、スパッとこう、聞いてて、こう、スッと心に残る。何言ってんやん長いわ長いお前言えやいや、もうね、わかりました。エンヤさんあの作曲者の伊谷さんがもう全てを語ってくれますね。どうぞ。そうですね、まあメロディアスなミディアムチューンですごい弾きやすいと思うんですが、うん、まあ菅さんのギターソロかな、そうなんです。どうやった、そうなんです。いいの弾いたんですか。どうやった、そうなんです。いいの弾いた、そうでもない、ぶっちゃけ本当にそうでもない。メガネの奥のメガネ赤いね、ちょっと赤くなってる。ぶっちゃけ、まあいいわ。まあ、とはこう言ってますけども、本当にメンバーの中でも、12らしく、そしてライブでもすごくやりたい曲も一つになってますので、ぜひ、音源をしっかり聴いて、ライブにも遊びに来てください。はい、じゃあそれではね、5月5日、渋谷 X も発表されましたので、じゃあ皆さん、ツアーの意気込みをね、代表して、そうですね、酒井さんで、ツアーの意気込みをお願いします。意気込みですね。ツアー、ツアー、ツアー。